こんにちは、宇治天然温泉源流広報担当の玉井です。今日はですね、当店は無料送迎バスがあるんですけど、それが、2018年1月1日に増設されたので、それのご案内しようと思いますね。まずですね、4つあるんですね。4方面行きます。まず1つが、京阪宇治方面行きですね。こちらになります。ちょっと見えにくいかもしれないですけど、源氏の湯から大久保駅通って、JR 宇治駅、新名とかの方ですね、通って JR 宇治駅、京阪宇治、というコース。それからもう一個が、琵琶台方面行きですね。源氏の湯から、大久保駅通って、寺山台、とんがり山とか立命館宇治とかの方ですね、を通って、琵琶台口の方に、行く、琵琶台の方に行くルート。そしてですね、これが1月1日から増設されたんですけど、常陽方面に行くルートが2つに分かれます。何かっていうと、1個は友ヶ丘経由常陽駅行きですね。これは常陽駅、友ヶ丘と通って常陽に行くルート。で、もう1つがですね、近鉄駅経由常陽駅行きっていうのがですね、ちょっと字がね、ちょっと裏の印刷であれですけど、これ何かっていうと、要は、途中で別の駅も通るんですよね。これは。市役所の方を通ります。あと寺田駅も通ります。で、靴川駅も通ります。なんかちょっと違うルートで、JR 常陽駅に行くっていう風になってますね。これが増えました。なので、ちょっと温泉行ってみたいけど、マイカーがないとか、あとちょっとね、何ですかね、その、足が悪くて、歩いても行けない、自転車とかもないっていう方ですね、ぜひこの無料バス、うまいこと使っていただけたらと思います。この細かい時刻とかね、店内で見ることができるので、ぜひチェックしていただけたらと思います。失礼します。